今日はですね J リーグ鹿島アントラーズ対横浜 F ・マリノスのゲームが行われまして5対3で鹿島アントラーズが勝利しました、はい、いやあの非常に見ていて、えー、非常にこう興奮しましたねあのまず鹿島が5得点、えー、取りました土井、えー、選手のハットトリック、えー、荒木選手のゴールそしてマリノスキラーの上田選手のゴール えということで、えー、5得点、えー、取ってくれましたこれはだからあのルバンカップの予選でアビスパとやったとき以来の大量得点かなと思うんですけれども、えー、マリノスもね非常にこうハイラインということで、まあ、後ろのスペースが空くっていうのは分かっていたのでね、えー、まあそこを見事についたゴールが何個かありましたし、えー、非常にこうセットプレーからもまた今日も点が取れましたし え、勢いがあるなと。そして相手のウィークポイントをしっかりと狙って、勝利につなげるというところで、えー、本当にいい,いいサッカーをしてくれたんじゃないかなと思います。で、今日もね、立ち上がりから非常に強度高く、切り替え早く、玉際強く、これをですね、徹底して戦ってくれましたし、前節のリーグ戦から神栖日程だったので、まあ、中盤のメンバーはね、ほぼ入れ替わった。 形ではあったんですが、まあ、それでもねあれだけしっかりと、まあ、レベルが変わらないサッカーができるっていうのがね今のこの鹿島の勢いにつながっていると思います。はいでまあ、特に個人的にはレオシルバー選手、えー、今日非常に良かったなとあのさらにコンディションが上がってきてるんじゃないかなと感じましたね。やっっっぱ彼が中盤でボ、えー、ボーールルダッシュたたりりの運びだったり チラシ、えー、というところ、ミ沢選手もすごく良かったんですけれども、レオシルバー選手は特に今日は目立ったかなと思います。で土井選手のハットトリックはね、まあ、文句なしに素晴らしいなと思いますし、ここ最近、土井選手もね、あのゴールに絡む、または、えー、攻撃の流れを作る、えー、得点を取るというところでね、えー、トータル的にいいパフォーマンスを見せてくれていますし、 えー、荒木選手、松村選手、もう2年目とは思えないような、えー、もうプレーを見せてくれていますしね、あの非常にこう若手と、えー、ベテランと、えー、中堅と、えー、みんながね、えー、しっかりと力を発揮して、えー、誰が出ても鹿島というのをね、えー、体現できているなと感じてます。はい、で、まあ、マリノスもねあの鹿島がだから4 1まで持っていた段階でね、えー、これもしかしたら5 1 6 1ぐらいまでいくかなとちょっと思ったんですけど、やはりマリノスも。 え勢いも今ありますし、まあ、力もあるチームなのでね、えー、食らいついてきましたねでマリノスがああいうふうに、ね、最後まで諦めずに戦ってくれたからこその、まあえー、好ゲームになったと思いますから、えー、マリノスにもですね、あのー、お疲れ様でしたと言いたいなと思います、はいえー、これで鹿島は2試合連続上位のチームを叩くことができましたしリーグ戦も連勝を伸ばすことができましたでサッカーの内容 もうですねあの非常に良くなってきていますし、まあ今日は、ね、あの先制されて、久しぶりにね先制さ,されてしまったので、ちょっとね、えー、どうかなっていう気持ちもありましたが、まあ、あの強度の強いサッカーをですねまあ継続できていれば、まあ一点取られてもまあ、すぐに点を取り返せるだろうなと、逆転できるだろうなという安心感がありましたね。う あのシーズン序盤の鹿島からはちょっともう想像ができないような、えー、チームの完成度になってきていますし、まあ、もちろんね、ねザーゴ監督が植え付けた部分っていうのもあると思いますから相馬、あのー、監督になってねさらにそこにアレンジと、えー、守備のところとあとまあベースのところです、ね、が明確になったので。 より、あのー、成熟されれたサッカーが見せられてるんじゃなないいかなと思います、はい、でこのサッカーを続けていければ、まあ、正直、えー、リーグ戦の方を負けないと思いますしもちろんねあの人間がやるスポーツなので、あのーまあ、その時によってうまくいかないっていう試合も出てくるかもしれませんが、えー、波をねとにかく大きくしないこと。 今のこのサッカーを継続すること、まあ、これができていれば、えー、しっかりどんな相手にもね戦えると思いますから、あのー、今のこのいい流れを断ち切らずにいってほしいなと思いますはいで、まあ、次ねルヴァンカップのまあ消化ゲームが挟まるんですが、まあ、ここがねあのまあ消化ゲームとはいえ今リーグ戦で非常にいいサッカーができていますから、まあ、メンバーはねおそらく総特化になると思うんですけれどもあの出た選手はね えー、アピールの場になりますし、まあリーグ戦のこの勢いをね、えー、悪くすることなく、まあさっき言った誰が出ても鹿島っていうのを、このルヴァンカップでもやっぱ体現しなきゃいけないですし、まあ、昇華ゲームとはいえ、えー、今、この、えー、強度の高いサッカーを継続でき,できていますから、えー、誰が出てもね、緩めることなく戦ってほしいなと思います。はい。で、まあ。 あのー、このルヴンカップが終わってまたすぐ週末ゲームでまたっていう形でまだ紙地にては、ね、続きますのでエベ、えーまあ、ロール選手だったり海紀、えー、選手だったり、えー、そういった、ね、選手の復調なんかも、ねえー、重要になってきますからあーまた、ね、総力戦でしっかりと、えー、戦ってまだまだリーグ優勝諦めずにです、ね、戦ってほしいですし、えー、私も、ね、まだリーグ優勝は諦めていませんので。 あの、しっかりと、えー、引き続き応援していきたいなと思います。はい、えー、まあ、こんなところで、えー、今日の感想を終えたいと思います。また次のルバンカップで感想をあげますので、よかったら見てください。